海道第二の都市旭川が、日ハムに軍有地に名乗り、日本ハムに軍本拠地、旭川市が候補に名乗り道央圏以外初。旭川市の今津博介市長は18日の定例市議会一般質問で、プロ野球北海道日本ハムが、千葉県鎌ケ谷市の二軍本拠地を道内に移転する構想を進めていることに関し、球団側に旭川移転を要望したと明らかにした。移転候補地としては札幌や千歳など道央越しが上がっているが、道央以外の自治体の誘致が表面化するのは初めて。これは熱い、良いと思う。旭川だと2軍のデーゲームで低1軍のナイター出る親子ゲームみたいな運用は厳しそうだが、そういうのやりたいのが道内移転の目的なんじゃないの。旭川だと、スタルヒン球場を2軍本拠地とする前提でしょうか。個人的には、現在の鎌ケ谷の方が2軍の他球団にとってはありがたいのではないかと思います。旭川だと、移動の関係で2軍戦にも様々な制約が出てくるような気がします。スタルヒンさんも、喜ぶでしょうね。もちろん、実現すれば、の話ですが、市民としては嬉しいけど、実際球団にとって運用しづらい気が。スタルヒン大改修来るか、来たら面白いよね。2匹目の土壌とうまくいくかどうかは別にして、スタルヒン球場が大改装されたらいいよね。遠すぎる、北広島近郊にしてほしい、恵庭勝千歳で。面白いけど、新潟、旭川間、仙台、旭川間って飛んでた？千歳が、便利だと思いますが。二軍が北海道に移転することは、決まったと聞いています。札幌が可能性ないことも、北広島市以外の道央圏内ということでしたが、どこに決まるでしょうね。個人的には、千歳市から江別市内で決まりだろうと予想します。札幌から旭川だって、移動距離結構ありますよ。それにイースタンリーグの各対戦相手だって、北海道への移動も大変なのに、旭川は治安が悪いからな。問題は他球団の遠征費用がえげつないことになることなんだよな。一軍遠征ならまだ問題ないとは思うけど、二軍だと財力的に厳しい球団も出てくるだろうし、個人的には関東ハムファンの聖地として鎌ケ谷は残ってほしい。大赤字ドームでやればいいんじゃね？知らんけど、豊平区に使われていない全天候型ドームがあるらしい。さあ、日ハム二軍移転についてまた新たな移転立候補が出ましたが、北海道への二軍移転はどこの都市で実現するのでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。